はい、今日は26期の仲間たちとデイ19をやっております。イエーイ。あっという間の、1日で、何をやったか分かんないまんまもう、6時半7時に向かおうとしておりますけれども、好きな、 なんか、ね、言葉の一つに、古臭いですけど、学びて時にこれを習うまた喜ばしからずやという言葉があります。で、なんか学んでね、それを、おさらいするってことですよね。復習するとかおさらいする。で、なんかやっぱりそういうのってすごくいいよねとか大切だよねという言葉だと思います。で、本当に熱心な皆さんのおかげでまたですね、6ヶ月間学んだことをおさらいをする機会というのがあって、すごくね、もうベテランのコーチで素晴らしいコーチたちなんですけど、本当にベーシックな楽しく聞けるようになろうねとか、その前のなんか、クライアントのことを本当に人生の主人公だと思って見るっていうのは大切だよねとか、デイ2とかね、で言ってるようなことをまた今日もずっと言ってます。でもやっぱり何度も何度もそこに戻ってくる、私自身もそこにずっと戻り続けてるからです。ですから、このビデオを見てくださってる方の中にはですね、もう超ベテランのコーチもいますけれども、たまには何かをもう一回復習してみるいかがでしょうか。僕の尊敬している、リチャード・ボルスタートという先生はですね、こんな風に言ってます。ベテランのコーチカウンセラーよりも実はですね、昔学んでほったらかしになってるんだったら、それよりもですよ、今学び続けている人の方がいいセッションをするっていう研究結果があるんだっていうふうに言ってます。で、僕もね、コーチングをやり始めた時に先輩に言われました。この3つを守るんだと。1つ目はコーチングを続けることです。コーチとしての活動を続けること。2つ目はコーチングを受けることで、3つ目はコーチングについて学び続けることです。ぜひ、それをやりたいなと思います。そして、またね、26期の仲間ともそれ以外の期の仲間とも一緒に進んでいきます。で、本当にベーシックなことだけど、何回も学び続けましょう。そしてそこにね、全てがあると思います。で、新しい技術もいいけど、やっぱり我々のベースに気がついて、あとはやっぱりね、それをどうやって自分なりの形でね、実現していくかを考えていきましょうということです。また皆さんに前に行きます。で、一緒に、たくさん復習をして、そうだったそうだったと、で、そこをベースにですね、ベースを上げていって、そこからね、新しい未来を作っていきたいと思います。ということで、本日はここまで。またね。イエーイ。